年もね、年の瀬に、差し掛かっておりますけれどもね、ちょっとね今年の冬はね、あったかいですね。妙にあったかい、ちょっと気持ち悪いぐらいです。今日もね、もう12月の半ば過ぎなんですけれども、6度ぐらいあるかな。はい、本当あったかいなって思いますけれどもね。まあ、今日はね、ベルシュで来てるんですけれども、今年1年ですね、2023年、空並みのバイクですね。どのバイクをね、どのぐらい乗ったのか、これをね、ちょっと毎年いつもこう調べるというかチェックをするんですけれどもね、そのチェックをしてみた感じでですね、そうですね、空波の、今のそのバイクに対する依存度というかね、重要度っていうようなものもねちょっと分かってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。はい、今日はねそんな話をしながら、今年空波はどのバイクにね一番長い距離を乗ったのかと、いう話をね、していきたいなというふうに思います。真っ白だね。毎年ね、いつもこの時期になると、今年は空波はどのバイクをねどのぐらいの距離乗ったのかなっていうのをね、見返すんですよ。ただ、これどうだろう、今まで動画で話してきたことってあんまりなかったんじゃないかな。もしかしたら1回、何年か前にね話したかもしれませんけれども、あんまりこう動画にしたね、記憶はないんですよね。今年はですね、ちょっと一つその話をしてみようかなというふうに思ったんですけれども、まずね、今年関わった車両、これ途中で乗り換わってる車両もあるので、なんともね、どのバイクが多い少ないというのもなかなかちょっと難しいと思うんですが、そうですね、今年関わったオートバイ、もう1月に乗り換えてるんでクロスカブは、ごめんなさい、なしにしましょう、ちょっと覚えてないんでねはい、でエストレア W650、 それから、V7 ストーン、ベルシス、GSR、エクソースですね。はい、この辺りのオートバイが、実は最終的にね、空波はどれをどのくらい乗ったのかというところを、まず皆さんにですね、順位を予想していただきたいなと思います。はい、どれが一番乗ってるバイクで、ベスト3ぐらいをね、こう予想していただくといいですかね。はい、1位はこれ、2位はこれ、3位はこれと、いうのを、ちょっと予想してみていただいて、空波のね、これからお話しします。今年、乗ったね、所有したオートバイを何キロ乗ったのかという計算記録ですね。はい、これと、照合してみていただいてですね、はい、意外、結構ね意外な、こうなんていうのかな、距離のものもあるんではないかなと思います。僕自身が意外だなと思ったのもあったので、皆さんはですね余計に意外に思ってる部分があると思うんですよね。はい、じゃあその辺を含めてね発表したいと思うんですけれども、はい、これじゃあ、下からいきましょうか。はい、じゃあ第6位、はい、第6位、いきますよ。はい、第6位、これはですね、エストレアでした。はい、一番距離が少なかったものはエストレアでした。そうですね、8月までの距離っていうのもあったのと、今年に入ってから空波が2対1でオートバイを乗り換えた一つの理由にもなりましたけれども、そもそもバイクに乗る機会っていうのが結構減ってしまったと、自分自身の通院と、それからね家族の通院ということで、毎回県外にね通院に行ってますので、減ってしまったということもあって、なんでしょうけれども、まずですねエストレア、これがですね、800キロ、約890キロでした。はい、800キロ、ですので、どうでしょうかね、1ヶ月に100キロ、っていうペースだったんでしょうかね、8月ぐらいまでだったということなんで、これはね、そうですね、僕乗る機会というか回数は多かったんですよね、エストレア。ただ、エストレアが選ばれる時って大体こう午後だけとか午前だけとかっていう時で、近場をうろうろする時っていうのに主に使われていたので、乗る回数は多くてもその1回に乗る距離がだいぶ短かったかなと、いうのがあって、第6位はエストレアでしたね。はい、続きまして、第5位、はい、第5位はですね、こちらは V7 ストーン、
はい、V7 ストーンです。これは逆に今度8月からですからね、8、9、10、11、12と、5ヶ月なんですけれども、こちらがですね、だいたい900キロぐらい、はい、乗ってました。そうですね、これは何度か南紀の方に、行ったりとかしてるっていうので、距離を稼いでいるっていう部分もあると思うんですけれども、まあそうですね、年の半ば過ぎてからの購入で、ここの位置にいるっていうのは、やっぱり結構僕の中でね、乗り換え後も乗っているのかなっていうふうに、思いますね。はい、で今後もね、この V7 ストーンに関しては距離伸びていくかなっていうふうに、密かに思ってます。で、続きまして、第4位、はい、第4位はですね、こちらは川崎の W650 でした。はい、これがね、だいたい1000キロちょっと、1100に届かないぐらい、走ってましたね。これも8月までの、走行距離ではあるんですけれども、1000キロちょっとでした。そう考えるとどうなのかな。この結局ね、エストレアと W650 っていうのは、僕の持ってるオートバイの中ではやっぱりこう使用頻度を、距離的な話にはなっちゃうんですけれども、距離的な話で考えるとやっぱりちょっとね、使う頻度は少ないオートバイの部分だったと言われれば、そうなんですよね。ですので、そこ2台を、下取りに出してね、V7 にしたということは、やっぱりある意味ね、こういった数字を見ても、合理的だったのかなというふうにね、感じる次第ですね。どうだろう、1年間、乗ったら、もう1800とかっていう計算なのかな、もうちょっといくのかな、っていうような、感じですけれどもね。はい、第4位はダブルの650でした。はい、じゃあね、いよいよベスト3、はい、ベスト3に入っていきたいというふうに思います。はい、じゃあ第3位は皆さんね、何だと予想されますか。第3位、はい、これもね、結構僕もね、ちょっと意外だったんですよね。そんなに走ってなかったのかなっていうふうに思うんですけれども、第3位がこれが GSR、はい、250S でした。これね、もっと走ってるんじゃないかなっていうふうにね、僕自身は思ったんですけれどもね、これもね、ほぼ同じ理由かなって思うんですよね。先ほどのね、エストレアの時と同じ理由かなと思うんですが、エストレアほどね、半日しか乗れないっていう時に使われるっていうようなことはないんですけれども、やはりね、GSR はだいたい三重県内か行っても隣の県まで止まりなんですよね。2024年はですね、できればこの GSR でも一回、ちょっとロンツーに向かってみたいなっていう、気はするんですけどもね、やはりこうで、ナビとか、スマートモニターとか、そういったような装備面でもですね、やっぱりロングツーリング行くんであれば、このベルシスの方がどうしても便利と、いうこともあってかして、なかなかちょっと使われてないかなと思います。ただね、本当にマルチな使い方で非常によく使われているので、出撃回数っていう形でいくと非常に多くなってくるのがこの GSR なんじゃないかなと思うんですが、GSR がですね、だいたいおよそで1800何十キロでしたね。はい、ですので1900キロ弱、はい、走ってました。はい、僕ね、これもっと行ってると思ってたんですよね。もっと行ってるだろうと思ってたんですけど、その距離でしたね。で、オイル交換をしたんですけどもね、その時に距離をね、見たら、これまだそんだけしか走ってなかったかっていうふうに改めてちょっと思いました。
さあじゃあですね、第1位と第2位の、発表をね残すのみとなっているんですけれども、はい、皆さんどちらだと思いますか。第1位、はい、このベレスでしょうか、まあ、それとも、X ソースでしょうか。まあここはね、大方の方の予想はまあ大体空並みも予想している方じゃないかなと思うんですけれども、はい、第2位はこのベルシス650でした。これもね、これもちょっと意外でしたね。これは逆に意外でした。あの出撃回数自体は、GSR よりも多分少ないんですよね。少ないんですけれども、やっぱり1回に走る距離が長いっていうのがあると思います。はい、今年行ったロン2は、ほぼほぼこれで走りましたんでね。まあ、東京にも行きましたし、それから出雲にもこれで行きましたんでね、まあ、その2つの、まあ、ツーリングロン2っていうのが非常に距離を牽引しているっていう部分はあると思うんですけれども、1年間でですね、このベルシスが走った距離っていうのが、まあ、大体4300キロでした。はい、4300キロ。まあこれはね、ちょっと僕が思ってたよりかはちょっと多かったっていうか、 GSR の倍以上走ってるんだっていうふうに思うと、ああそうなんだっていうふうにね、改めて、気づかされましたね。でやっぱりね、あの皆さん GSR があればこのベルシスはいらないんじゃないかみたいなねこともおっしゃる方いらっしゃいますけど、やっぱりこれ数字見ても明らかでね、やっぱりこのベルシスっていうのは、まあ長距離用にね1台どうしても置いておきたいなという1台なんですよね。まあこれはちょっとなかなか外すのは難しいかなというふうに思います。はい、そうしましたらですね、はい、いよいよ第1位なんですけれども、やはりね、これはもうちょっと圧倒的でしたね。はい、一番、空波が今年距離を乗ったオートバイっていうのは、ヤマハ X ホース155でした。はい、これがね、だいたい6800キロかな。はい圧倒的ですね。はい、まあ当然ですけれども、毎日、まあ片道そうですね20キロ、ぐらいの通勤にね、使っておりますので、まあ月どうだろうな、あの15日は超えないように使ってるんですよね、あの通勤で、バイクをね。まあその他は、他のオートバイで、行ったりね、車で行ったりってことはしてるんですけれども、まあただやっぱりね圧倒的に距離は伸びてましたね。はい、まあこれはしょうがないかなと思うんですけど、まあどうでしょうね。ただこの X ソースがそうですね、まあ、一手にこのある意味消耗距離でいうところの消耗を引き受けてくれるおかげでね、他のオートバイっていうのがそれほど距離が伸びていかないというのは、まあこれは丸なのかなと、ある意味その温存という意味ではね、はい、いいなというふうには思うんですけれども、まあやっぱりそれにしてもね、やっぱり X ソースに負担は集中しているかなっていうのがね、今年の2023年、空波のね、バイクの、まあ、ラインナップの、まあ、距離別の順位を出すとね、はい、よくわかりました。まあそうですね、皆さん、どうだったでしょうか。予想は当たりましたでしょうか。はい、まあこの辺もね、含めてですね、まあ今のところはね、現在のラインナップ、いじるっていうつもりはないんですけれども、まあもしまたね、いじるというふうになればね、この辺のまあ1年間の走行距離っていうのはね、いろいろと、そのどれを落としてどれを入れるかみたいなところにはね、関係してくるんじゃないかなというふうに、はい、思います。はい、ということでね、今日はこのあたりで失礼したいと思います。どうもありがとうございました。